自分を変える。どうもこんにちは、篠原です。今回は自分を変える方法について話したいと思います。はい、自分を変える方法ですね。で、自分を変えたいと思うことっていろいろあると思います。家帰ってすぐ勉強したいのに勉強できない自分とか、なんか知らないけど周りに流されちゃう自分とか、そういう自分を変えたいなとか、成績悪かった時にこれじゃダメだと、もっと俺勉強しないとって言って成績上げたいと、で成績できる自分になりたいって言って自分を変えたい思う瞬間ってあると思うんですよ。でも、やっぱりね、変われないっていうのが本当のところだと思います。人間誰しもそういう弱いものだと思うんですよ。で、僕もそういう部分はあります。自分変えたいなと、こういうとこ直したいなと思ってもやっぱり変えられないということはあります。あるんですけど、じゃあそんな自分をどうやって変えるのかっていうことですね。で、ちょっと考えてみてほしいんですけど、今まで自分変えようと思った時に自分という人間が変わった試しって多分ないと思うんですよ。で、これは無理なんです。なんでかっていうと、人間っていうのは忘れる生き物なんですね。基本的に3日ぐらい経ったら変えようと思ってた熱意って忘れちゃうんですよ。どっか行っちゃうんですね。で、じゃあどうするかっていうと、自分が変わりたいと思った瞬間に環境を変えるんです。自分の身の回りの環境を変えることで自分の変わろうと思ったその時の熱意ってのを残しておくんですね。なんで環境を変えることで自分を変えることができるのかっていうと、自分がよし自分変えようと思った時の熱意が環境に残っているからなんです。で、例えばですけど、自分自身がそうだな、例えば成績を5を上げようと思って、成績の偏差値を5ぐらい上げようと思って、例えば1日、1時間、古文の勉強をするぞって思ったら、古文の勉強をするぞって思ったら、この古文の勉強をするための時間っていうのをこう毎日取らないといけないんですよね。で、それを今までこう自分自身が自分だけで頑張ろうと思ってたから、いつの間にか忘れちゃうんですよ。今日めんどくせえやめたみたいな感じで、でいつの間にかフェードアウトしちゃう。でも例えばですけど、張り紙で、書いておくんですね。1日1時間古文って書いておく。古文の成績を上げようと思ったこの時の決意を環境に残しておくと、これって日にちが経ってもそのまま書いてありますよね。剥がさない限り、この張り紙を剥がさない限りずっと書いてますよね。で、こうすることで環境は変わらないんです。そして環境が変わらなかったら思い出しますよね。あ、この紙をこう書いた時の自分って古文の成績が悪かった、なんとかしないといけないと思ったっていう熱意が蘇ってきて、よしじゃあやるかということで、この気持ちが戻ってくる。この気持ちが戻ってきて、自分というのが古文が勉強できる自分になっていくんです。自分の周りの環境っていうのは自分が変えようと思わない限り変わらないんですね。自分の周りの環境は不変です。不変なものなんですね。ところが自分の感情っていうのは変わっていくから、それに任せてたらいけないんです。だから3日坊主で終わっちゃうんですよ。ところが不変の環境を最初に張り紙とか貼って変えといたら、そのまま変わらないままずっと移行するもんだから、自分の成績も上がります。ですから環境を変えてください。自分の、成績とか自分自身を変えたいと思ったら、その決意とかを張り紙として貼っておくというのが一番いいです。ですからぜひね、環境を変えるということをやってください。で、この時なんですけど、この張り紙の文句、この張り紙どういう言葉を書くかっていうと、目標を書くんじゃなくて過程を書いた方がいいです。で、例えばですけど、目標で言うと、例えば古文の成績を、偏差値5アップ、古文偏差値5アップみたいな5アップっていう風に書いてあっても、分かんないんですよね。具体的にどうすればいいか分からない。で、そうじゃなくて、古文の偏差値を5を上げようと思った時に1日1時間古文すればええやろって言ったら、その努力の過程を張り紙として貼っておくんです。で、そうすると分かりやすいですよね。分かりやすいので、努力の過程の方を張り紙として貼っておいてください。貼っておくと書いておいてください。これはテクニック的なところなんですけど、ぜひね、そうやってして、自分の環境を変える、うまく変えていって、不変な環境をちょっとでいいから自分に有利な方に変えといたまま、そのまま変えないと、継続していくっていうのが一番いいかなと思います。はい、ということで今回自分を変える方法ということで、自分という人間は弱くて脆くて儚いものです。これは僕自身もそうだし、多分、世界中どの人もそうでしょう。で、多分あなたもそうだと思います。自分自身がこうするぞと思った決意というのはすぐ鈍ります。決意というのはね、消えゆくものです。それはもう仕方ない。で、仕方ないんですが、
それで仕方ないって言ってずっと終わってたんでは進歩ないですよね。で何するかっていうと環境を変えましょう。自分の周りの環境、例えばですけどこういう1日1時間古文とかね、こういう張り紙をバンとしといて、よっしゃ俺は勉強するぜっていうのを固めておくと、で環境を自分の勉強ができる方向に変えといて、あとはですねそれが変わらないと、自分がその張り紙を剥がさないということをやるといいかなと思います。ぜひ皆さんですね、自分を変えてください。自分を変えて成績が上がる人間になってください。ということで今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。それで言うと僕もいろんなところにいろんな張り紙はしています。いろんなところにいろんな張り紙しています。ただね、張り紙の内容言うの恥ずかしいんで言わないですけど言わないけど僕もいろんなところで張り紙しています。ですからやっぱりいいですよ、張り紙は効果あります。で実際僕も効果ありました、過去形です、効果ありました。なのでぜひねこれやってください。ちなみに僕は受験生時代の時の張り紙は言えます。もう恥ずかしくないんで昔のことなんて言えるんですけど、受験生時代にですねコールオブデューティーモダンウォーフェア3っていうのが発売された、モダンワーフェアかな、3っていうのが発売されたんですよ。でどうしてもそれやりたかったんですね、浪人生の時に。でどうしてもそれやりたかったけど寮に入ってたもんでできなかったんですよ。で何したかっていうとモダンウォーフェアのソフトだけ買って置いといたんですねソフトだけ買って置いといて、でやるぞと。プレステ3だったんですけど、プレステ3はなかったとか、テレビもなかったんでプレステ3はできない。でテレビもないからできない。でもソフトだけ買っといてそれを置いといてですね、やるぞとこれやるぞと思って勉強してました。そうやってね、自分の環境を変えることでなんていうのかな、自分のモチベーションを上げるっていうのが一番合格に近道なのかなと思いますね。はい、ぜひ皆さんも自分の周りの環境を変えてですね合格に近づいていってください。最後になりますが、過去動画のまとめサイト作りました。今まで投稿してきた動画を体系的にまとめたサイト作ったんで、よかったらこちら見てください。今後もこういう勉強に役立つ情報をどんどん配信していくので、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということでまた次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。